はい、どうもこんにちは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。3月の6日についに審判が登場し、試練場などのアップデートが追加されました。皆さんはプレイされていますでしょうか？ブレブレも一応少しだけプレイして、天下人の刻印を入手することができましたね。ローグの接近ビルドを使っています。上位の方々はほとんどが遠距離ビルドなんですけど、ギリギリ戦意に入賞することができましたね。今回の動画は天下人を取ったローグビルド紹介と吸血力の使い方、試練上に思うことをラジオ形式で語っていきたいと思います。ブレブレゲームスではゲーム紹介と攻略動画を上げています。高評価とコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。まずはいろいろありましたが、ジ・カールの港の方に審判の角があり、ここから試練場に行くことができます。まずは試練場おめでとうございますということなんですけど、現在は天下人ソロのローグですね。あとはパーティー用でランクは別になっています。ソロのローグについては天下人で、スコアが211,325なんですけど、これでギリギリ戦意ですね。なのでこのまま放置するとどんどんやっぱみんながね、攻略というかダンジョンの効率的な回り方が判明してきますので、このままだと多分ランキングには入ることはできないですけど、そのような感じになっています。また報酬についてですが、天下人だとレジェンダリーがね、箱が4つ確定でもらうことができて、週のリセット時なので、まあ、来週の水曜日深夜にリセットされてこの報酬がもらえるという形ですね。ちなみにこの開始ボタンを押すとすぐにね、試練場に入ることができます。試練場に入って扉を開けるとスタートで、8分間の制限時間の中でできるだけ敵を倒してスコアを稼ぐという内容になっていますね。ボスを倒すと祭壇が出てきまして、それに触れると周回が楽になるという感じですね。なのでできるだけボスを倒して周回するのが簡単なんですけど、これはローグに限った話で、他のクラスとか他のビルドだと、まあボスを倒さなくても高速でね、周回することが可能だと思いますが、ボスは多分1万点かな、1万スコア稼ぐことができるので、倒すのが結構必須になってきますね。雑魚敵を倒しても100とか70いくつとか結構しょっぱいので、ボスをできるだけ倒すようなムーブをするといいと思います。エリートとボスですかね。これは初回なので何も考えずに周回していますが、自分はね、左回りでぐるっと回って一周するという感じですね。今の祭壇のようなものを取ると敵がその場に復活して敵を倒すことでさらにスコアを稼ぐことができるという感じでした。その他もともと倒した敵とかもね、復活していましたね。敵のレベルは124レベル固定で、ボスとか雑魚敵もね、すべて124レベルなので、まあ、特段難しいということはないですが、できるだけ相手を早く倒すビルドだといいと思いますね。あまりこちらが食らってダメージで死ぬということはないので、できるだけダメージを稼いで敵をね、倒していくようにしましょう。まあ、自分のね、ローグはそこまで火力はないですが。ちなみにボスを倒すと祭壇が出ると話したんですが、出てくる祭壇は固定です。例えば今だとこの弓みたいなものがね、ポン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 と出るような祭壇ですけど、あのボスを倒すとこれが固定で出てきて、この祭壇に触れるとボスが復活して、またそのこのボスを倒すと同じ祭壇が出てくるので、結構効率的な倒し方といいますか、ダンジョンの回り方でスコアがかなり変わってくるんじゃないかなと思っています。祭壇の効果で早くボスを倒すことができますので、できるだけ祭壇を取った直後はボスと戦いたいっていうところです。なのでダンジョンの形を覚えて、どこに何のボスが出てくるか確認して、どの祭壇が出てくるかも確認して周回するのが、まあ、スコアアップの秘訣かなと思いました。復活の祭壇の他にスコアアップの祭壇もあります。このようななんか手裏剣というか渦巻きみたいな祭壇ですね。これを取ることで経験値じゃないスコアがアップしますね。なのでできるだけ多くの敵がいるところでスコアアップをして、最初に取っておくことでめちゃくちゃスコアがアップしていきますね。スコアアップして敵が出現する祭壇を取ると一気に稼ぐことができます。ここだとね、エリートと雑魚敵だけで2万点ぐらい稼ぐことができましたよね。今だと10万点ちょっとというところでしょうか。またダンジョンの中で鉄の鍵を拾うことができます。対応する宝箱を開けることができて、宝箱を開けるとスコアアップみたいなものが出てきますね。ただ制限時間8分の中で鍵を取るのをちょっとワンクリックミスるとタイムロスですし、宝箱を開ける時間も結構もったいない気もするので、ここは今後どうなるかってところですね。これが試練場の主な要素になっています。祭壇が2種類と鍵、宝箱があって、あとはボスを倒すと祭壇が出現して、そうするとプレイヤーが強くなるので結構早く敵を倒せるという感じですね。じゃあ天下人の刻印は何スコアを取ればいいのという話なんですが、おそらく20万スコアで天下人なんじゃないかなと思っています。
まあ、ちょっと正確なところは分からないですけど、だいたい1000以内に入ってる人が20万以上だったので、このようにね、制限時間8分を過ぎると勝手に終わって天下人の刻印、スコアに応じて4種類の刻印が振り分けられます。では今更なので簡単にねビルド紹介していきたいと思います。まあ、串刺しとかついぶれとか頑丈吸収攻撃は特段変わりなく、まあ、ここもね全然変わっていないですね。まあ、この一覧の通りだと思ってください。ここね一覧の通りですね。で今回はちょっと防御力がね必要ないので、死を誘う毒は、まあ、1ポイントで、錬金術師の恩恵に3ポイント振って攻撃力特化にしています。あとね高精度注入とかもね取っていますね。で今回のビルドは、まあ、毒だまりを出すので幸運の一撃はねできるだけ上げるといった感じですね。最後に近距離戦をスキルとして取得しています。アラゴンボードについても軽く見ていきましょう。1枚目については切り札ですね。このような形になっています。2枚目につきましては卑劣な手札で、2枚目このような形になっていまして、グリーフソケットには紅葉ですね。で3枚目につきましては手技のコツで、グリーフソケットには錯視を装備しています。3枚目このような形ですね。4枚目につきましては知識的な奇襲、グリーフソケットには追跡者ですね。このような形になっています。で続きましてレイナラの直感5枚目で、グリーフソケットには制御をつけていますね。5枚目このような形になっています。最後ですね、不気味な報酬を装備していまして、グリーフソケットは取得していないという形になっていますね。神格についてはこのような形になっています。特段説明はしませんが、大嵐がねちょっと弱体化してしまったので、まあ、ちょっと変えてもいいかもしれないですね。最後に装備ですね。装備については今回吸血力を採用したので、結構使い勝手がねやっぱめちゃくちゃいいですね。今回だと基本スキルを5回使用した後に発動中のクールダウンが 3.6 秒間短縮と、まあ、不死ですね、スキルを使用するとライフを 1.9% 回復するという感じになっています。いやーこれがね結構使い勝手いいですね。その他については頭については操作障害の敵から受けるダメージが減少するもの、腕については基本スキルを使うと攻撃力が上がるものですね、ズボンについては基本スキルを使うとダメージ減少効果で、両手武器についてはツイストブレードのいつものやつで、カンジャルで、こちらについてはコアスキルを使うと攻撃速度が上がるものですね。で指輪の片方についてはクイス差しで毒注入になるもの、毒だまりで、最後に脆弱状態の敵に対する注入スキルの効果が 60% 増加するというものになっています。まあ、今回はね接近ビルドなので、まあ、本当にスコアをね目指すんだったら遠距離ビルドにした方がいいのかなと思いますね。一番最初に思ったのは各クラスでね結構パワーバランスがおかしいと思っていたんですけど、まあ、そこまでねなかったっていうのが目に見えて分かったのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ソロのドルイドとソロのローグだとやっぱ遠距離ビルドだとね結構差がないみたいですね。まあスコアだけ見るとですけどね。またソーサラについてはなんかぶっ壊れた人たちがね結構いたりするんですけど、あとねバーバリアンとかね、バーバリアンもちょっと100万近いんですが、まあ、このネクロマンサー、ローグ、ドルイドはねスコアだけ見ると結構ね差がないですよね。ただ加減値を見るとユーザー数にもよるのかもしれないですけど、繊維でね30万位なのに対して、まあ、ローグを見るとね、まあ、繊維で20万くらいなので、まあさすがにローグはちょっと、まあ、他のクラスに比べると弱いのかなっていうのが印象的なところでした。なんといっても一番嬉しかったのは先ほど装備紹介でもした吸血力がね登場したということですね。まあ、ただ悪いところを見てしまうとレジェンダリーが増えたことによって自分がね手に入れたいレジェンダリーというものが、まあ、比較的ね相対的に出にくくなったのが、まあ、悪いところでもありますが、まあ吸血力はねかなり強かったので、まあ、正直な話この吸血力抜きのビルドに対してこのね進化くんの枠で強化できてたところが良かったんですけど、まあ、単純に吸血力だけ見ても結構強い効果があるので、結構ビルドの幅もね広がるのではないでしょうか。最後に試練場についてですが、スコアを競う要素が追加されたということで、今まではデュリエル周回しかなかったディアブロ4に光が差しましたね。ただ報酬が周回するだけでは何も得られないというのは微妙なところかと思います。1週間でリセットされるレジェンダリー箱はありますが、それだけなんですよね。ランキング上位に行くと報酬は増えるんですけど、それもどちらかというと自己満足かなと。ランキン
ング上位を目指すモチベーションってやっぱディアブロ4にめちゃくちゃ人口がいて自分の周り全員やってますってところだとね、例えばエーペックスレジェンズだとみんながやってたのでマスターに行く価値があるとか、プレデターで何位を取る価値っていうものがね結構明確に何も考えなくても分かりやすかったんですけど、ディアブロ4っていうのはランキング上位に行ったからって誰かに自慢できるわけでもないのがちょっと微妙なところかなと思いました。総合的に考えるとあまり試練場を周回する理由が楽しさみたいなものは薄いのかなという感想ですね。現状のビルドの強さを測る場所としては良いですが、スコアがいまいちでも装備厳選を新たにしようとは思わなかったですね。取り組みとしては面白いですが、ユーザーが定着する要素になるかと言われると微妙なところかと思います。報酬がレジェンダリの箱なんでちょっと微妙かなとは思いますが、例えば試練場を周回するたびに少し装備品が出てきたりとか、グリフのレベルが上げれたりすると少しはマシかなと。そもそも1週間に1回の報酬でレジェンダリが手に入るっていうのが結構微妙なところかなと思うんですけど、例えば試練場を周回するたびにグリフのレベルが上がりますとか、装備品がね少し出ますだと周回すること自体に意味が出てくるんじゃないかなと思いますね。さすがにスコアアップも結構限界があると思うんですよね。だから例えばですけど、自分が今やってて、まあ、20万でしたと、じゃあもっと頑張ればとかあまりならないと思うんですよね。ただそこを工夫して、まあ、やるごとにちょっと強くなる要素を加えると目に見えてスコアアップしていくんで、そのプレイヤーのスキル、まあ、ダンジョンの回り方とかに依存しない何かあれば、まあ、もうちょっとね試練場を周回する元気といいますか、やる気みたいなものが出るんじゃないかなと思いました。はい、ではいかがだったでしょうか。本日は試練場をメインとしたお話でした。1週間かけて効率的な回り方とか、こういう敵を倒した方がいいよっていうのは広まるかなとは思うんですけど、まあただそれをやる元気というのがユーザーにあるのかどうかがちょっと気になるところですね。ツイッチのアクティブユーザーというのも830人が視聴しているぐらいだったので、全然盛り上がっていないようには見えますが、皆さんはいかがでしょうか。最近はラストエポックをやりながら皆さんとねお話ししたりしてるんですけど、どちらかというと今まではディアブロ4の文句を言ってた方が多かったのに、最近はね興味関心がマジでなくなってるなっていうのが個人的に思っていることです。離れてしまったユーザーについてもシーズン4を待ってるぐらいって感じじゃないでしょうか。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。